泉は、阪急フェリーが運行しているフェリー。フェリー設、フェリース王の大船として2013年に発注され、両船の響きとともに、三菱重工業下関造船所で建造された。2014年7月31日に浸水、浸水式の質な切断は、阪急フェリーのテレビ CM に出演していた、釈由美子が言った。2015年1月15日に竣工して、 阪急フ,フェリーに引き渡され、新文字泉大津航路に1月22日に就航した。大型化により車両搭載能力を大幅に増強する一方、各首相、エネ技術により燃費を20%以上効率化した点、また充実した旅客設備が評価され、日本船舶海洋工学会が選定する、シップ・オブ・ザ・イヤー2015を両船の響きとともに受賞した。 セット内海航路に就航するフェリーとしては最大級である。快適な海上ホテルをコンセプトとし、女性社員らのプロジェクトチームによるこれまでのフェリーにないものの提案を取り入れた計画とした。従来船より船体を約3.2メートル拡幅して、車両積載区画のレー円数を1レーン追加、乗用車の搭載区画の位置を変更したことで、車両積載能力は 約2割増加した。同時に各種省エネ技術の導入により燃費は最大3割向上し運行コストと環境負荷の低減を念頭に置いた設計となっている。国内のフェリーでは初めてデュアルハイブリッド推進システムを採用した。大型フェリーで標準的に採用されている中速ディーゼル式2機、可変ピッチプロペラ2軸の機関構成を基本に 電動危険用の軸発電機を搭載した。手機に接続した電動危険用軸発電機を負荷に応じて、推進モードと給電モードを選択して運転することで、手機関を高効率の出力域で運転し、主発電機関の運転時間を削減している。ターボ圧縮機を用い船底から空気を噴出することで生じた気泡で船体と海水の摩擦抵抗を、 低減させる三菱空気潤滑システムの搭載、バトックフロー線尾線形の採用、リアクション型釣り火事と、ハブーズ抑制型のハブキャップを用いた可変ピッチプロペラの採用、手機排熱回収装置による排熱利用、運行支援システムによる管理などにより、運行に必要なエネルギーを低減している。船内は和のおもてなしと日本の式をコンセプトにデザインされている。 機信力の低いプロペラや、線形の採用、有限要素法や、騒音予測プログラムを用いた解析をもとに、壁面の配置を決定し、振動や騒音を大幅に下げ静粛性の高い、居住空間とした。また、女性客に配慮した、レディースルームや授乳室などの設備を取り入れた。急線と比較し、旅客定員を減らし、客室面積を1.5倍拡張した。 個室需要を満たすため従来線と比較して、スイート、デラックスの部屋数が大幅に増やし一部個室には、身体障害者専用室、レディース禁煙室が設定されている。スタンダードの欧米屋も個人用ロッカーや電源コンセントが設置され、スタンダード用室の二段ベッドは、高齢者や子供の利用を考慮して、はしごから階段に変更された。この他障害者、 シニア向けの配慮として、居住区フロアと乗用車甲板を同フロアに設け、バリアフリー施設を集中配置している。ありがとうございます。